茨城県外出身の有名人が茨城の魅力を新発見。今日はサウナがある古民家の宿へ。サウナは嬉しいね。大好きサウナ。大好きですよ。ちょっと整いましょうや。整おうよ。整いたい。第五サウナ。良さげな雰囲気だな。めちゃくちゃいい雰囲気だね。2人がやってきた茨城県の大子町は日本三名瀑袋田の滝などがある自然豊かなエリア。去年オープンしたこちらの宿は都内との2地域居住をしているオーナーが自然あふれる大子でサウナを楽しんでほしいと始めたんだって。一棟貸しだから大人数でも泊まれるよ。うちの自慢のサウナがこちらになります。すげえ。これサウナですか？2階がサウナ。2階がなんか蔵みたいじゃん、ね、この蔵サウナ一度に大人8人が利用可能。最高。最高じゃんこれ。この雰囲気もいいし、綺麗だしね。ほうじ茶。うわ最高。うわ最高。うわあんじゃけー。うわーあー来てるね。あ、めっちゃほうじ茶の香りすごい。あ、最高。全身にこうほうじ茶を受け止めてる感じする。うわ、めちゃくちゃ最高じゃん。いい汗かいた後は絶景の整いスペースへ。自然の中でこれはやばいね。これはやばい。毎週来たいわ。整ったわ。整いました。ねずっちかよ。魅力を知って茨城推し。詳しい情報はサイトをチェック。